朝日が眩しいぜ。すげえ、ちょうど影ですけどね。いやー、今日は JSE。 おお、はい、何の略でしょうか。ジャパンスノーエキスポ。うわー、これまあインタースタイルね。はい、ジャポスポ。これもね、はい、大体大切な仕事。さすがボス。はい、どういったことするんですか。ノベンバーのブースで、はい、来年の商品を説明するという、はいはい、ロンドン、はい、今年も来れて来ましたね。2日だけだけどね。で、ロンドンの仕事はいつもなんだっけ。僕は説明ができないんで受付です。受付かーい。もう一瞬わおわら。こんな感じで。了解っす。よく来たね。あ、そりゃそうだよ。油と豚。誰が豚じゃい。ただのマッチョじゃん。今日はザ・ドギーハーツライブなんでみんな頑張ろうぜ。オーライ。行ってくぞ。JSE 最終日、うん、ちょっとロンドンがね、もうね、ちょっと仕事で帰っちゃったんで、ブッチ、うん、ブッチ、yeah. ブッチ、うん、頼むぜ。誰がでブッチ。ブッチ行ってくるぜ。ダー完璧じゃないですか。ああ、お前も来季だな。そいやー、また今日もロイヤルヒルシークレットベースへやってまいりました。いやー、来ましたね。今日はピョンチャンと同じマイナス12度。そういうことですね。ああ、僕らも日本チームと一緒に戦ってます。いやー、頑張れ日本。いやー、ヘッドアウト。いや、してないじゃないですか。おー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 、なんすかこれ、ボス。八角ボックス。何が八角なんすか。八角形だよ。さあ、そして今日も、はい、偶然ね、コップンまた来てくれて。あ、マジですか。うん、ソーリーコップ。太陽あると元気出る。軽くウォーミングアップがてらなんかやっていきましょう。まずはこれで軽くウォーミングアップ的なことをやるわけですね。俺が言ったことを言ってるね、お前は。ダメです。よろしく。いてぇ。ハイカップすると体が温まるフェイダーだ。一回一回崩れちゃうから。いてぇ。飛ぶねぇ。よっこら翔一郎。俺とロンドンで、はいはい、ここにバーンと。おほー、バチバチ当たるっすよ、この短さで。おいー。
こいつを転がして、え、この八角さんをっすか。で俺があっちからドロップして、はい、そいつをまあ当て込んでこっちに来れたらいいかなって。ゴロゴロゴロ、飛び越えます飛び越えます。そしてどう危ねえ。八角ドロップ行きます。行け八角さん。うわおおいいかな。もうあれで軌道がわからない。そうですね、上手だったら。おお、次は斜めに置いて軽く遊ぼうかなって、はい、いやすげえできてきた。いい感じ。当たってるよ。ごめんなさい、夢中になっちゃって。テーブル斜め八角行ってみます。行ってください。お前もやるんだ。え、聞いてない。ロンドンさん OK です。いやいや、なかなか天気は悪かったけど本当に。ただ、はい、今までのは茶番ですよ。これから、はい、何をするかというと、はい、寒いの。おい、いや寒い本当に。うわー、くり抜きます。いやさあ出来上がりました。あいつ見覚えないですか。あります。ワオフォー、僕が初めて出た時のファイナルですよ。もうちょっと一回りでかいやつで転がんなかったっていうのがありました。ありましたね。それのリベンジを込めて。はいはいはい。おお、そこに入るわけですね、ボスが。これはね、俺の夢だから回るのが。しっかり、さあ行きましょう。よしこ、よしこ、よしこ、よしこ。さあこちら質問機です。体を持って。さあ行きますか。よし、ドロップ。はい、よいしょ。つけたら2分でつつ、腰痛が僕に2分ずつ。よし、OK。 入った。いきます。はい、これなんとかリベンジできないですか。いつかリベンジしよう。女落ち込まないでくださいよ。俺の夢だったんだ。そうっすね、よく俺の夢だったんだ。いやー、八角ドギーさん頑張りましょう。こういうこともあります。そうですね、また来週。はい、グッバイ。わお、わら、アディオス。マジシャンドギー。わお。